もしもし。俺たちじゃない。奴らが先に侵入していたんだ。ひどいありさまだった。なんてこと。議事堂駅の一件ね。こっちは大変だった。何があったの？アドラーを救出した。アドラーを逃がすために CIA のブラックサイトに侵入するなんて正気なの？何か大きなことが起こってるんだ。アドラーの言う通り CIA は危険だぞ。アドラーはシロだと思うの？いや、だがあそこを襲った奴らはアドラーの仲間じゃない。奴らって？あれはパンテオンだ。クウェートに現れたのと同じ組織だろう。上層部の誰かが情報を与えない限り、奴らがブラックサイトのことを知る術はない。リビングストーンかもな。トロイ聞いて、あなたたちが犯人に仕立て上げられている。ウッズ、ケース、アドラーもインターポールは世界中にレッドノーティスを出した。ああ、写真を見た。手を貸すわ。いや、お前まで巻き込まれるとまずい。勝手にナイトを気取るのはやめて。手伝いたいなら調べろ、リビングストン。やれるだけやってみる。ありがとう。ああ、それと何？誰も信用するなよ。足手まといって本気か？お前はデルタに見えない。なら通訳は？アラビア語も話せないくせに。話しても無駄か。これはもう決まったことだ。お前はフェリックスとウッズと一緒にここにいろ。ふん、こいつはもう解析しただろう。ただ待ってるなんてごめんだ。出かけてくる。行かせてやる。続けよう。アドラ、それで全部か？アラウィーの遺言は？これが俺のやり方だ。もっと大人になれ。話してくれ。アラビーはパンテオンがイラクにいると知っていた。フセインと技術交流していたんだ。パンテオンは極秘の施設を、フセインは実験兵器を手に入れる。アラビーは兵器を知らなかったんだろう？ああ、クレードルという名以外は。クレードル？クレードルか。イラクにあるのか？おそらくな。アラビーは宮殿に輸送中だと言っていた。その地下のバンカーでテストをしてる。フセインは世界的な宮殿のコレクターだ。この地図の範囲だけでもたくさんある。アラウィは一つに絞れていたのか？ああ、これだ。なら早速見に行こう。計画が固まり次第出発だ。解散。こいつはもらうぜ。お前に買ってきたんだ。なるほど。お前はこんなまずいの吸わないしな。贅沢は敵だぜ。ま、今は節約しなきゃならんしな。よ。お。アドラ、お前なりのやり方で俺たちをここに招いたのはわかる。どうせ不法占拠だろうが、どうでもいいさ。つまり？俺が言いたいのは、ここにいるのは俺が集めたチームだってことだ。お前は俺たちがいなきゃ困るだろ。別にこっちはお前をブラックサイトに送り返したっていいんだ。要するにお前は仲間じゃない。お前の評判は聞いてるが、ひどいものもあるんだぞ。マーシャル、好きにすればいい。だが俺を信用した方がお前たちのためだ。考えておく。おっと、喧嘩か？ワクワクするな。審判をやってやろうか？ところでアドラ、報酬はまだかよ。上に隠しておいたんだが、不在中に泥棒に取られたようだ。ああ、ちょっと借りたんだ。言うのを忘れてた。驚いたか？お前とは一度きちんと向かい合う必要があるな。イラクで楽しもうぜ。俺もそう思う。イラク西部にあるシリア砂漠だ。厄介な問題が。砂漠の嵐作戦。多国籍軍はサダム・フセインに対する作戦を開始した。現在可能な限りの戦略目標を空から破壊している。まだ邸宅は破壊されていないが、それも時間の問題だ。イギリスの SAS が地上でスカットランチャーを潰して
邸宅への大規模な空爆を計画している。それを止めるぞ。パンテオンが邸宅の地下に何を隠しているかわからないんだ。破壊されれば手がかりも消える。 MI6 の古いつてに連絡して協力を頼んだが、 SAS の空爆を遅らせる代わりに見返りを要求してきた。俺たちはデルタフォースに扮し、ヘレンパークに前線へ連れて行ってもらう。まずはスカットランチャーの破壊に協力するんだ。それが済んだら邸宅に入る。リチャード、スキナー、このゴミを片付けて積みに下ろせ。イエスサー。ここに拠点を構えるぞ。あいつらふぬけじゃなかったんだな。この後も頼むぜ。ここが同盟の作戦基地になるわ。これをあなたにタックマップを任せるわ。広範囲を調べなきゃならないから役に立つ。無力化するスカッドサイトはあと3機。油断しないで。他にも何か見つかるかもしれない。スカッドを破壊すれば宮殿への侵入を手伝ってもらえる約束でしょ。グラドニーが約束を守る男だといいけど。よかったら彼と話してみて。グラドニーはここで SAS の拠点を管理する。準備ができたらあなたが指揮を取って。銃は山ほどある。好きな装備を取れ。 C4 をも。なんだ。セクター789のスカッドはジャッカル1が偵察してる。残りは任せたぞ。現地に石膏を送ったがまだ戻ってきていないようだ。もしあったら新たな情報を得られるだろう。そんなに宮殿に行きたいか。俺だったらとっくに更地にしてやってるが、そうなっていないのはパークのおかげだ。実に興味深いな。ああ、残りのスカッド狩りに協力してくれればそっちの要望にも応えよう。幸運を祈る。
右から銃声だ。砂丘の向こうだ。用心しろ。こちらはデルタフォースのマノン中佐だ。至急応援を頼む。敵が見えた。こっちに気づいてない。こっちは猛攻撃を受けてる。空爆を要請してくれ。弾圧はヘリの中にある。ディーゼル2-1が接近する。到着するまで耐えてくれ。空爆が来る。これまで生き延びるんだ。任務はもうダメかと思ったが、ありがとう。デルタの仲間としてサットコムを使ってくれ。グッドラック。空爆か。いい選別だな。デルタフォースに転職してもいいな。作業急ごう。あの崖の向こうだ。南に衛星アンテナがある。グラドニーたちは長くいるのか。もう随分経つ。スカットの情報なら誰よりも詳しいわ。イラク軍が近い。目立つなよ。オレンジの煙のところにサプライドロップがある。確認した方がいい。敵が俺たちの物資を狙ってる。前方に警備だ。大勢いるぞ。大事なものを守ってるに違いない。建物の奥にスカッドランチャーが隠されてる。今ので全員だ。味方の偵察隊がいる。おいデルタ、俺は崖の上のフェンスの内側にいる。また見つけたら回収を。進もうぜ。そいつでスカッドを排除できる。ブッシュ、レンジャークローズだ。
と2つだ。奴らの気を悪くしたようだ。ずらかろう。よし、トラックに戻ろう。オールクリア。今後は警戒されるだろうな。当然だ。熱い歓迎を受けられた。この渓谷に川があったなんて信じられない。時は全てを変える。おい、崖の上に遺跡がある。あそこにスカットがあるはず。装備を無駄にするなよ。警戒されてしまう。いいぞ。グラドリンの偵察要員がいる。デルタ、ホールの位置に近い遺跡の頂上でサポートする。居場所がバレるぞ。見て、このスカットサイトの警備が強化された。お前の右だ。プロの仕事だ。お前の左だ。俺なら撃たない。敵にバレてる。あ、どうだ。できる限り援護する。敵を発見。移動する。一つだ。サイトにはまだ敵がいる。
準備よし。奴らは仲間を呼んでるようだ。奴らの計画は破綻しつつあるから警戒してるんでしょう。その調子だ。この先の遺跡に野営地がある。ひどいな。何があったんだ。 SAS が戦車大隊を攻撃したの。それの名残ね。まだ燃えてる。イラク軍がいる。あれを撃ってはダメ。敵に乱れた。警備を倒した。あれを見ろ。ヤシの木だ。デーツ農園ね。あそこに最後のスカッドが。グラドニーの偵察要員ね。あたりにイラク軍がいる。デルタが来たのか。俺たちが戦っている相手を見せてやるよ。拠点に戻りましょう。グラドリーに報告する栄誉は譲ってあげる。まだオーバップだろ。グラドリー、そっちに戻る。なんだ。上出来だ。それじゃ宮殿に向かう準備をするといい。部下にも言っておく。俺たちは全戦力を投入する。いいな。始めよう。